この東京五輪のフェンシング代表の凄さを教えてほしいです。そこ重点的にめっちゃ感染するだって。まあ、メダルが確率が高いって言われてるのは女子フルーレの団体とか、まあ、メダルの可能性高いんじゃないのっていう、まあ、なんか史上最年少で全日本を制した東世良選手とか、東姉妹、はい、2人いるんですけど、その2人がいたり、うん、まあ、注目の種目、あとエペ男子もう面白いんじゃないかなと思うけどな、美濃部くんとか、うん、世界ランキング1位になったような選手もいますし、まあ男子フルーレもあるかな、うん、まあでもどの競技もあのルールをちゃんと知って見ていただければめちゃくちゃ楽しめると思うんで、俺もここ最近フェンシングを結構見て学んでます。楽しいです。楽しくなってます。はい。